もうそろそろですね。あと1分ちょっとで始めます。もうそろそろですね。あと1分ちょっとで。今日はですね、今日もと言った方がいいのかな、まあ、キャラクターではなくて、ジオラマ、ビネットっていう言い方もあるんですけども、家と庭、木々を、作っていきたいと思います。まあ、ちょっとね、毎回緊張するんですけどね、ふわーっと緩やかに始めさせてもらいますね。画面に出てますかね。画面の左の上の方に、家が出てますかね、画像が。あ、トマさん、こんにちは、こんばんは。出てますかね。で、これを作っていきます。はい。で、今回は、主に、まあ、サブツール。で、Gizmo 3D。で、まあ、前回も登場したんですけども、面のグループ化。この辺を駆使していきます。で、これを、まあね、普段家を作る用事がない人も、ちょっとやってみていただけると、機能の理解が進むと思うんですよね。あと結構ものづくりに対してもいろいろこう思いが膨らむんじゃないかと思います。ではちょっと早速やってみますね。これ応答のない世界でやるのはなかなか慣れないですね。まず、このツールから、このお道具箱から、キューブ 3D、まあ、立方体を選びます。立方体を選ぶと。はい。で、選んだ時にすぐさま、ポリメッシュ 3D 化を押しましょう。これを、まあ、押さないと作業ができないと思ってください。まあ、拡大縮小程度はできるんですけども、まあ、ブラシ群が一切使えないので、ポリメッシュ 3D 化をすることによって、いろんな、こう、ブラシ作業なんかができるようになります。で、立方体を出した後、すぐさま、ポリメッシュ 3D 化を押すと。で、ちょっとね、今回やりきれるかどうかわかんないんですけども、名前をね、ちゃんと付けていった方が、いいかなと。今回ね、サブツール結構、増えます。こんばんは。お願いします。これは、まず床になります。床。ね、名前を付けていきますよ。で、サブツールが今1個出ました。ここでどんどん追加していきますね。はい。これね、多分20分ぐらい経つと緊張が解けていくと思います。まあ、10分ぐらいは欲しいかな。で、移動ツールにして、Gizmo 3D を出すと。で、この時に、ちょっと効率のいいやり方として、この、ギズモの位置を一番下に下げときます。でね、方向でね、これどこ行ったか分かんなくなる時があるんですけども、まあ、そういう時は、ここを見てください。この、フロア、このフィールドの、この赤い軸が、こっち向き、向かって、左方向に伸びてれば、まあ、こっちが正面に向いているっていう状態ですね。で、床にする前に、まず、ギズモの位置を下に下げときます。オルトをして、まあ、このまま、この三角で下げちゃうと、物体ごと下がっちゃうんで、オルトを押す、オルトを押しますよ。これシフト。オルトとシフトを同時に押して、下に下げます。ちょうど1、この数字が下に出てるの分かりますよね。数字が1ぴったりのところで、立体の一番下になると。はい。で、こういう状態にして、まず、床と、まあ、床にするために平べったくします。あ、これね、その前に、失礼、その前に、失礼、その前にですね、違う違う。下に下げとくんだ。このライン、このラインありますよね。初期設定のライン。初期設定のラインが、一番トップに来るようにしとく。はい。パタパタパタっと。これはね、ちょうど2。ちょっと見えない。これはちょうど2で、一番上が、まあ、一応フィールドのラインになる。まあ、離した瞬間、フィールドの位置も移動しちゃうんだけれども、これはこれでいいんです。ちょっとね、最初間違っちゃったから申し訳ない。わかりにくいけども、まず、立体ごと下に2下げとく。で、そうした後に、ね、2下げとく。
で、そうした後に、ギズモの位置を、ギズモの位置を、ごめん。あのね、上に上げとく。上の端に合わせとく。マイナス1ですね。で、こういう状態にしとく。こうするとね、後々いいことがある。まあ、後々楽なんですよ。はい。これで、一気に、緑の、縮小ツールで、潰しておくと。一番小さい数字が 0.1、これ以下にならないので、まず 0.1 にして、で、床だからもうちょっと平べったくしたいんで、0.1 にした後、0.5 ぐらいにしとく。数字はね、一応言いますけど、数字は参考に述べますけども、まあ、本当はね、自分でやるときは結構適当にやっちゃいますね。そんな厳密じゃないです。一応、解説の便宜上数字は言いますけども、こだわらなくて OK です。はい、床ができました。そしたら次に壁部分を作ります。ね、ここ画像出てますかね。出てなかったら、おい、出てねえぞと言ってください。青い壁部分を作っていきますよ。で、壁、挿入から、キューブをまた選ぶと。で、壁にしたい、立方体が出ると。で、さっき下に下げた理由はこれなんですよ。ちょうどね、床の真上に登場してくれるんですね。さっき準備として、まあ間違っちゃったんだけれども、相当心臓が、鼓動が激しくなったぐらい、緊張の失敗だったんだけども、最初ね、下に下げたのは、これが理由。新しい立体を挿入した時に、ぴったり上に登場してくれるんですよ。これがね、便利なんですね。はい。じゃあ、気を取り直して、どんどん壁を作っていきますね。で、今度は、壁にしたい、立体を選択する。これもね、もう名前つけときましょうね。よくね、他のソフトでもレイヤーとかに名前つけない癖があるんだけれども、後でもうなんだかわかんなくなるから、反省して名前をつけた方がいいということを学んだと。はい、壁って名前つけといて、で、これ作業していきますよ。で、これもギズモの位置を変えときます。ですね、ギズモの位置を、変えるっていうことが結構ね、効率いい作業の肝となるんですよ。もうこのままね、このままガンガンね、壁にしていってもいい。で、こうやって細くして位置変えればいいじゃんなんだけれども、これでも全然いいんだけれども、効率の良さを考えると、先にギズモの位置を変更しとく。一番下に持っていく。さっきこれ、壁の工程と間違えちゃったんですね。一番下に持っていき、ね、視点を真横にして、今度は一番手前に持っていく。はい。まあ、つまり、こっちが手前なんですけども、ギズモの位置を立方体に対して、下端につけとくんですね。で、こう、で、下端ってね、目分量じゃなくていいんですよ。まあ、何でも繰り返しになるんだけども、シフトを押しながらだと 0.5 刻みに、0.05 刻みかな動いてくれるんで、ピタッとちょうど1に合わせると、端っこになります。で、横も1にして、ギズモの位置をこうやって整えておくと。はい。で、まず、壁の高さを、0.15 ぐらいにします。で、壁の厚さ。これは 0.1。0.1 でもちょっと厚いんで、ね。0.1 でもちょっと厚いから、0.7 ぐらい、0.7 ぐらいにしようかな。まあ、いつも雰囲気でやってるんでね。で、これが壁1枚になります。はい。これで、ちょっとね、画像、この辺に出てる画像を見てもらえばわかる通り、少し段々になってるのがわかりますよね。だから、1枚1枚の壁が斜めになってる。まあ、こういうの、鎧張りっていう名前らしいんだけども、鎧張りの壁を作っていきますね。はい。で、ギズモに慣れていくと、いちいちこう真横にして斜めにするとかやんなくても、この位置のまま、ね、俯瞰で見たまま、この赤い軸が倒すっていう回転軸、分かってればね、いちいちこう真横にしなくてもいいかなと。ただね、心配で性格を期するんであれば、いちいち真横にしてもいいんですよ。で、10度傾けておきましょう。で、ギズモ。今、このギズモと一緒に物体が傾きました。はい。これで、壁をこう上にどんどん増やしていくんだけれども、このまま、ギズモを使ってコピー、複製していくと、このね、傾いた方向に増えていっちゃうんですよ。
まあ、コントロールを押しながら移動すると複製になるんだけれども、この方向になっちゃう。これがね、とっても便利な時と困る時がある。なので、オルトをしながら、この回転のマークをポンと押すと、フィールドに対して90度になってくる。で、フィールドに対して90度にして、増やしていきますよ。はい。ね、コントロールをしながらグググッと上に投げていく。で、後からでもシフトを押すと、カチカチっとね、ちょうどいい、後で覚えやすい、ね、数字になるんで、マイナス 0.3 上に複製しました。コントロールとシフトを押してます。はい。これで、壁6枚ほど増やしますね。今ね、複製した瞬間、最初の物体がマスクされた状態になっています。一回マスクを解いて、で、ちょっとね、楽してね、こうやって増やしていっても OK。まあ、一枚一枚やっていってもいいんですけどね。はい。これで、鎧張りの、壁が一個できたと。はい。で、この状態で、このボタン、ラインフィルって読むんですかね。これを押すと、この立体の正体がわかるんですね。で、今、グループが一つ、色が一色ですよね。それは、この壁はグループ一つによって構成されてるってことがわかる。これね、後で実はね、ばらしたい用事があるんで、グループを分けときます。これね、前回、僕の放送のね、第1回でやったんだけれども、ポリグループのところから、自動グループをオンにすると、一枚一枚グループをね、ちゃんと分けてくれるんですよ。で、これは、閉じられた面ごとに、グループが分けられます。融合してるとね、そこは一緒くたにされるんだけれども、はい。で、壁をね、4面増やします。4面増やす前に、これ映ってるかな？柱があるんで、柱の分避けてきます。これ 0.8 ぐらいにしてきますね。赤い、ね、縮小ツールで 0.8 にしときました。はい。これで、このサブツールにある複製ボタン、複製ボタンを押し、壁を増やすと。まあ、どっちでもいいんだけど、こっちにしようかな。これで、真上からの視点にして、これも、こうシフトを押しながら移動すると、キリがいい数字で移動してくれると。でね、ちょうどね、端、もうはみ出た端にしときましょう。で、ちょうどギズモの位置がね、端っこにまだあるんで、これを利用して端に合わせて、くるくるっとこう回転すると、まあ、ぴったり。行くよっていうことですね。はい。じゃあ、どんどん行きます。これ多分ね、時間ギリギリなんでね、どんどん行きますね。これ2時間で家を作っちゃいますから。で、複製ボタンを押して、また、壁を増やすと。今ね、こんな感じですね。これね、あと回転するときに、なんかうまく回転できない、ぐにゃぐにゃってなっちゃう。それで困る人は、ここ。回転軸を Y 軸のみにしとくと、まあ、綺麗にね、見やすい回転ができるんで、これ結構ポイントです。Y 軸のみ回転にすると、回転、視点が観察しやすい。これだとね、結構、思うさまぐるぐる回っちゃうから、それがいいときはいいんですけどね。はい。で、また、せっかく複製したんで、増やしておくと。増やしておくと移動しておくと。で、回転したものを、これ一番下にやっとこう。横と前って分けておきましょう。これでね、このボタンで、サブツールの上下ができます。これ。これね。これはね、選択の移動。こっちは。これは選択の移動。これはサブツールそのものが移動します。で、複製をして、回転と。はい。これで壁が4面できました。はい。で、先に、まあ、壁にね、ちょっと用事があるんだけれども、ちょっと気持ちが落ち着かないから、先に柱を作っときましょう。柱も、これ一番下にしといて、で、挿入はね、下に現れるんで、まあ、そうじゃない設定もあるんだけども、また、立方体を出し、
これはもう、真上からの視点にして、青 0.1、赤 0.1、高さ今こんな感じですね。これもね、一応、ギズモを下に揃えときましょう。でね、ツールが増えていくと、なんだかこう見えなかったりして作業はしにくくなってくるんだけども、まあ、方法としては、作業をしてないサブツールの目をどんどん消していくっていうのも一つだけども、もう一つは、ソロモードにする。ソロモードにすると、それしか見えなくなる。で、あるいは、他が見えてないと作業しにくいときは、透明モードにしとく。透明モードはかなり使いますね。これで、オルトをしながらシフトで、パチッと、ギズモの位置を下に揃えておきます。はい。これでじゃあ、これはね、ちょっとね、どうしよう。目分量でやるとあんまりいいことないから、これもじゃあちゃんと真面目にやろう。オルトでギズモの位置をしっかり端に落としておいて、端に移動させておいて、で、ここに合わせると。はい、で、ちょっとだけ大きくしておきましたね。ちょっとだけ大きくしておくと。はい。ちょっとだけ大きくしておいた方が、でちゃんとこう、なんていうかな、こう立体的にしっくりくるんですよ。ここがね、あんまりぴったりだと面白みがないんですね。で多少こうボコッと膨らましてた方がいい。あんまりやりすぎると、まあみっともないから、まあ、この辺はちょっとそれぞれの感覚で、若干大きくしとくと。で、これで、今下にギズモがいるんで、高さを合わせるのも結構便利にできる。今シフト離してます。ぴったりいかない。ぴったりいかないときは、まあ、シフト離して、やると。まあね、ちょっとはみ出るぐらいでもいいんですけどね。どうせ針で隠すんで。はい。はい。で、柱。この柱を増やすやり方。でね、作業をどの作業にするかってコツ、まあ、考え方のコツなんだけれども、さっき壁はいちいちサブツール上で複製しました。はい。サブツール上で複製しました。で、これはね、それぞれに、加えたい編集が違うから、わざわざ複製したんだけれども、柱は特にね、形変えないんで、ちょっとね、もっと簡単な方法で増やしちゃいます。コントロールをしながらの移動だと。で、マスクをね、コントロールの複製した瞬間、マスクされてるんで一回解除して、で、またコントロールしながら移動と。はい。これで柱4本立ちました。はい。で、マスクは一応解除しておきましょう。今こんな感じですね。で、まあ、あっという間に、壁と柱ができちゃうと。壁を1枚でボーンとくっつけるのもまあいいんですけども、こんな風にね、鎧張りみたいな構造で斜めにしてやると、光が当たった時に面白い陰影が出るんで、まあ、今回はその方法でやってます。さて、位置をちょっと確認して、この正面に、ドア。で、こっち向きに、窓を作ります。では、まず窓から作っていきますね。で、この壁ってどのサブツールかなって、でもこの時点で分かんなくなるんだけれども、ここで選ぼうとせずに、オルトをしながら、触りたい部分をポンとしてやれば、そこに選択がいきます。はい。じゃあ、ここからじゃあ窓を作る作業しますね。正体は今こんな感じです。ちょっと正体を出しておきますね。正体っていうかグループの状態を出しておきますね。で、これで、この、1、2、3、この壁をちょっと避けてもらって、窓の開口部を作ります。でどうするかというと、開口部にしない部分の、板を非表示にしときます。
これね、グループが分かれてると非常に便利で、移動ツールの時、コントロールをしながらシフトを押すと、このマスクがね、自動的に切り替わるんですね。だから、触りたいものだけ縮小したりできる。同じサブツールの中でも。これ便利。で、ドローにして同じようにコントロールをしながらシフトを押して、クリックしてやると消えるんですね。で、これを利用して、窓にしたくないものをとりあえず消しとく。非表示にしておく。これで、このままね、作業しちゃってもいいんだけれども、そうは言っても、上下がちょっと現れてた方が作業がしやすいんで、やっぱりね、表示させる。表示させる前に、今3つ、開口部にしたい板3つだけ表示されてる間に、マスクをかけておくんですね。で、全部表示にさせる。で、コントロールしながらシーンをクリックで、マスクの反転。まあこれね、逆の工程でもよかったんだけれども、まあ今回はこういう方法でいきます。逆っていうのは、非表示にするのを、まあ開口部にするっていう手もあったんだけれども、今回はこの方法で、手順でいきます。まあ要は、開口部にしたい部分だけマスクされてない状態にしたかったっていうことですね。これ後でこっちの時に復習するんで、今はさっと次に行きますね。で、ギズモの位置が、怪しげなところにあるんで、このギズモの上に並んでるアイコンの、このなんか、マップのマークみたいなところを押すと、中心に移動してくれます。はい。で、なおかつ、一番端に寄せときますよ。ギズモだけを端に寄せときます。オルトをしながら、端に寄せとくと。ちょっとね、中途半端な数字。これも透明にしとこうかな。透明にして、まあでもここはぴったり合ってるから、やっぱり目分量でやりますね。オルトを押しながらギズモだけ移動する。はい。フレームを押すと全体表示になりますからね。で、こういう状態にして、で、開口部を作ります。パタパタパタと。これちょうどね、面の、ポリゴンのね、線が出てくれてるんで、これをありがたいことに目安にしちゃえるので、目安にしちゃいましょう。ちょうど2の、メモリ2のあたりで止めとくと。で、コントロールをしながら、移動で複製すると。はい。これで、開口部ができました。はい。これはね、グループが分かれてるから、できることですね。まあ、ちらっと専門の用語を挟みながら言ってしまうと、ブーリアンでぶち抜くみたいなこともできるんだけれども、ちょっとそれもリスキーな部分があるんで、この方法が一番いいかなと。面が荒れずに作業できます。はい、壁一に、これが後でわかりやすいように名称変更しといてもいいですよね。丁寧にやるんであれば。まあ、自分がわかればいいんですけどね、窓部分みたいなものをつけておくと、後で見やすいですね。はい。では、今度は窓枠を作りますね。まあ、これもね、どういう方法を取るかっていうのも、その時の判断になる。まあ、いろいろやり方があるんですよ。そしたらじゃあ、まあ、やり方1でいこうかな、まずは。挿入から、またキューブを選ぶ。今増やしたのがこれ。で、これもすかさず名前を付けておいてもいいですね。まあ、わかんなくならない自信がある人は名前付けなくてもいいですけどね。窓枠。まあ、正式な名前かわかんないけど。はい。これで、一回他を透明にして、まあ、一回ね、一気に 0.1 まで持ってっちゃう。はい。で、端に合わせて、どんな太さの窓枠がいいかなっていうのは自分で決めると。まだ太いですよね。もうちょっと細身にします。これで窓自体も作るんでね。はい。その前にやっぱりギズモをちゃんと下にやっとこう。はい。で、端に合わせて、
開口部に合わせておくと。横の位置がね、悪かったんで、直しておきますね。透明にしながらっていう位置変更でもいいんだけれども、まあ、透明にせずに、どんな埋まり具合かを確認しながらでもいいですよ。こう。で、この時に、表面からだけの見え、見てくれだけじゃなくて、内側から見てもどうなのかなっていうのを気を使ってもいい、気を使ってもいいですね。あとでね、ちょっとね、中も作る用事ができたとき、作りたいと思ったときのために、一応中から見ても窓枠としてちゃんと成立、まあ、あんまり破綻がないようにしといてもいいですね。はい。もうちょっと、もうちょっとだけ、太くしとこう。で、これで、あとはもう、増やしていくだけ。もう、コントロールしながらコピーしてるだけです。これね、ちょっとね、食い込んじゃってるんですけどね。これ後で直したりしますね。こういう時ね、ちゃんとこの窓枠だけ作りたいと思った時に、さっきちらっと説明したソロモードがいきますね。ソロモードにして、しっかり合うように作業すると。ソロモードって結構使いますね。ソロと透明っていうのは結構使う。透明だけだと、なんか見えちゃって邪魔みたいなとこがあるんで、透明よりも、最強の孤独モード、ソロにしとく。じゃあ窓をどんどん作っていきますよ。で、このまま一気にやっちゃおうかなというよりは、一回マスクを解除して、で、これも、自動グループで、ちゃんとグループを4つに分けておくと。閉じられた立方体ごとにグループが分けられます。はい。じゃあちょっとソロを解除して、どんな雰囲気にね、どんな雰囲気になってるか確認。で、こう、出っ張った窓がいいのか、奥まった窓がいいのかっていうのは、まあ、好みの問題ですね。どういうものを作りたいかっていうのは、まあ、それぞれ判断していくと。はい、ちょっとね、こう、デフォルメされた家なんで、異様に分厚いんですけどね。まあ、気にせず進みましょう。まあ、窓枠だし。はい。さて、これで、ちょっと楽をするために、これを複製して、窓にしていきます。まあね、ちゃんとね、改めて窓を作り始めてもいいんだけれども、ちょっと楽をしますよ。複製して、まあ、上が窓1ってついちゃったから上にしようかな。これを窓として造形していきます。で、ギズも真ん中になる4つボタンで、はい、真ん中にして、小さくする。正面でね、ちゃんとこう、埋まるか埋まらないかぐらいの感じがいいですね。ちょっと埋まるぐらいがいいかな。はい。これで窓枠として少し細めにする。こんな感じ。で、さっきも言ったように、内側から見ても成立するように、どの位置にしようかなっていうのは考えどころですね。だからこう、内側から見たときに、この辺にしとけば、ここにね、後でこう植木を置いたり、小物を置いたりみたいにして、室内としても作り込めるかなっていう感じですね。まあ、その辺バランスを見ながら、もう絶対内側作らないと思うんであれば、そんな気にしなくていいですけどね。はい。で、また、ソロモードにします。ソロモードにして、これグループが分かれてくれてるんで、コントロールシフトをしながら、ポンと、これだけ選択状態にします。で、この時に慌てて次の作業に移らないようにしましょう。非常にギズムは危険な部分もあるんです。で、何かっていうと、もう角度がずれてますよね。ギズムっていろいろまあね、簡単な言い方すると、いろいろやっていくうちにギズムの角度がずれたりすることもあるんですよ。なので、
よし、洗濯したぞっていうところで次の作業に移らずに、ちゃんとオルトを押しながら回転をしてギズムの位置を整えておくと。で、なんだったらこの真ん中になる用ボタンでちゃんと真ん中にしておく。はい、これでコントロールをしながらぐーっと下げておく。これもこのポリゴンというかね、この面の、線が目安になりますね。こんな感じ。あ、その前に内側は少し小さくしときましょうね。まあ、こういう段差がある方が遠目で見た時に面白みがある形になりますね。はい。で、真ん中の、まあ、これもね、形の好みにもよるけども、真ん中に棒を加えておく。この時にずらしてもいいし、そのままでもいいし、もっとね、細かい窓にしてってもいいし、はい、今回は真ん中だけにしときます。で、これでひとまず、窓の完成ですね。はい。なんか、はい、あ、いろいろ、こんにちは。はい、こんな感じですね、今。はい。では、窓枠はひとまず完成。で、結構ね、簡単にできちゃいますよね。このギズモのおかげっていうのもあるんですけどね。はい、次に、こっち、ドアの部分を作っていきます。これも、オルトをしながら、壁をポンと押して、わけわかんなくなんないうちに、まあ、名前つけときましょうね。ジアじゃない。ドア名。はい。さて、さっきの復習になります。もろさっきの復習になります。こういう、グループ構造になってますよね。これを利用して、ドアは、この1、2、3、4、ここを使います。なので、じゃあ、考え方としてはですね、ここの部分が、この4枚の板が、洗濯状態になってて、あとはマスクにしたいってことなんで、このまま、まあいいや、ドローにして、まずは、開口したい部分を消していくと。さっきと逆のやり方やってます。透明にしとこう。で、逆かな？なんか記憶が曖昧になってきた。間違えたらごめんなさいね。で、見えてる部分を、ね、隠し表示に、してない部分をマスクをかけました。で、表すと。これちょっとややこしいかもしれないですね。ごめん、もう一回やろう。この移動ツールにしてるときと、ドローツールにしてるときの、選択の挙動が違うってことは、しっかり把握しといてください。移動ツールにしてるときは、コントロールシフトで、こう、ポンポンポンと、グループごとの選択になる。で、ドローツールにしてるときは、表示、非表示の、機能になる。はい。で、先に、開口部分を非表示にしといて、こっち、開口しない部分をマスクをしとく。で、さっきの再登場させます。これソロにしとこうかな。ソロにして、こういう状態にして、で、ギズモを出すと。で、ギズモがアラの方向に行っちゃってるから、まあ、とりあえずまずこの真ん中に行けようボタンを押して、ここでぴっちり、角度がね、角度も一緒に平行になってくれることもが多いんで、これはこれでもういいやと。さて、やっぱりというか、相変わらず端に持っていくと。で、ドアにしたい広さの分、開けとく。どうしようかな。やっぱり2のとこで合わせようかな。0.25。
にしときました。で、コントロールをしながら、複製と。はい。これでドアの開口部分の完成。さて、さっき窓枠作った時は、まあ、一本柱作って、コピーして窓枠にしました。で、今回は、別のやり方でやります。さて、ちょっと作業も進んだんでね、一回 Q を押して、クイックセーブしておきましょう。これ落ちたら悲しい出来事になるんでね。はい、じゃあ、窓枠を、じゃない、ドア枠を作ります。窓と同じあたりにしとこう。はい。で、これで挿入で、今何やってたかっていうと、サブツール上で壁と壁の間にいろいろなんか物を織り込んでいくと少し整理上良くないかなと思って、壁は壁で今まとめてるんですね。じゃその下に、キューブを入れます。これはドア枠になります。ドア枠にする。これも、まめにギズモの位置を正しておいた方が後々いいよっていうことですね。オルトをしながら、シフトで、まあ、ぴったり11で隙間、端っこに行くんで。はい。で、ソロモード解除。これで、グイグイグイっと。ね、もう便利だからね、ギズモを正すってこと、正すというか、こういう端っこに寄せといて拡大縮小っていうのは非常に便利なんですよね。ちょっとめり込んでますけど、ちょっと気にせずいきます、今回は。はい。透明モードにして、まあ、こんぐらいでいいかな。こんぐらいにしときましょう。はい。で、今度は、ここをもう抜いちゃいます。穴開けちゃいます。どうやるかというと、穴開けるには、ダイナメッシュにしとく必要があるので、ジオメトリから、ダイナメッシュをオンにしときます。まあ、128でいいでしょう。とりあえず。ダイナメッシュをオンにして、で、これで、名前つけたよね。うん、つけたつけた。これで、今度は、複製の時はコントロールで、複製したんだけれども、コントロールを押しながら、オルト。だから、コントロール、オルトを押しながら、コントロール、オルトを押しながら、三角矢印で移動。で、どうしよう。8ぐらい。8ぐらいにして、上は、こう、上げとくと。単にこう8縮小したらここが上が空きすぎちゃうんで、ここはちゃんと調整する。で、こっちのね、Z 軸の拡大縮小で貫いとくと。で、これは、コントロール、オルトで複製したもの。これでね、あ、待って、これでくり抜けるけども、下に微妙にぐちゃぐちゃ残っちゃうから、一個忘れましたね。少し下に下げとく。で、完全にここが貫かれるように、ちょっと下に下げとかなきゃいけないんでした。ね、ちゃんと位置を調整して、はい。で、穴を開けとくと。これで、ドア枠の完成と。この辺から怖いから、どんどんクイックセーブしとく。はい。じゃあ、ドアを作る前にちょっとだけ調整しようかな。少し。今ね、ギズモの位置が、こんな立体に対して飛んじゃってるんで、このマークを押して戻しておく。正しておくと。で、位置を、まあ、自分が好みの位置に合わせておきましょう。これもね、内側から見た時にあまり破綻がないようにしておくといいですね。
で、次にドアを作ります。挿入からもうキューブ大活躍。これね、一個もっと効率よいいやり方があったなって今思ってるのは、ギズモを移動しておいたやつを複製しとけば楽だったなと。まあこれぐらい、つどつどやってもいいんですけどね。こうね、どうせドアの作業もあるって分かってたから、このギズモの状態のもので、一個ね、複製しときゃよかったんですけどね。はい。はい、これでソロモードを解除して、正面がいいかな。正面の視点で大きさを整える。ちょっとうっかりね、この辺触っちゃうと回転しちゃうんですよね。これ気をつけましょう。まあこれはね、シフト離して微妙な調整をしましょう。で、高さも調整しとくと。で、厚さですね。厚さも、それなりの、こういう時は透明がいいですね。透明にして、適度な厚さにしとくと。あとはソロでね。とりあえずちょっと厚めにしとこうかな。こんな感じ。はい。さて、これもダイナミッシュ化しておきます。これもダイナミッシュにしておきますが、ドアはちょっと細かく造形、さっきのドア枠よりはね、細かい造形を施したいので、ダイナミッシュ倍の256にしておきましょう。で、ダイナミッシュオン。はい、これがドアになっていきます。はい。で、ドアの、ここにドアの窓を作ってみましょうね。はい。で、窓を作るためにどうすればいいかというと、挿入から、シリンダー、これシリンダーって読むのことで合ってるかな？これ選択して、あ、そうか、ソロモードにしちゃってるんだね。ソロではなく、全部表示にして、ちょっとね、今回は不要なものを全部、表示を外しておきましょうね。あ、もう名前付け忘れると一気にわかんなくなるってことが、自分でもわかったと。ボアじゃない。ドア。で、これはね、消えていく運命なんで名前付けません。ドアだけの表示、こっちのね、あの機能で非表示にしておきます。ドアをね、集中して作ってきます。で、このオブジェクトで穴を開けていくんだけれども、これね、車の時に出てきたんだけど、今回もうちょっと効率のいいやり方を解説します。で、この時に、穴開けてこのままどんどん作業してっていいんだけれども、穴開き機能があるんでね。ただガタガタしてる。で、ガタガタしてるのを直すために、ディバイドを吸うとかなんとかってやったんだけれども、これね、あらかじめね、このガタガタをなくしとくって手もあります。一回削除します。削除しますね。で、今、ここで、お家を作る作業をしておりますが、今こうね、こう着々とできてきてますけども、少し一回ね、離れます。ツール、サブツールじゃなくてツールからシリンダーを選んでしまう。シリンダー 3D を選んでしまう。そうすると、ね、他のサブツール消えますよ、全部。大丈夫です。それでも大丈夫。ちゃんとこっちを選択し直せば、作業は残ってます。まずシリンダーだけね、調整しとくんですよ、先に。で、よく使う状態に先にしておくってことをやります。これね、シリンダーってこれ読み方間違ったらすごい恥ずかしいんだけど、まあ、円柱ですよね。円柱ってもともとプリミティブな立体といって、まあ、初期設定で入ってる基本的な図形なんですね。で、この基本的な図形っていうのは、イニシャライズというモードで、この機能で、ある程度、形を変更しておくことができるんですよ。ブラシでぐりぐり触ることはできなくても、
このイニシャライズという機能で、ある程度変化させておくことができる。穴を開けといたりとかね。で、この状態でもう先にこのガタガタをなくしときましょう。水平分割が32なので、まあ、32面あるってことですよね。水平分割を、まあ100ほどにしときましょうね。そうするとガタガタが出ないよと。でもこういう状態でもう取っとく。これも名前変えて取っとく。もうね、今ね、これイニシャライズをいじった瞬間、複製してくれてるんですよね。シリンダー 3D は無事に残ってて、イニシャライズを、した瞬間、複製がされてるんですよ、自動的に。で、これは、ユーザーがね、自分で設定したものなので、わかりやすい名前にしとくと。だからね、もうちょっとみっともない名前だけど、わかりやすい。ガタガタがなくなったものとかね。まあ、おのおの決めてくださいね。ちょっと今解説用にちょっとね、恥ずかしい名前にしておきますけども。まあ、こんな風に、用意しとくってことができるんです。これで、お家のデータに戻り、さっきのガタガタをなくした円柱を呼び出してる。もう選びやすいですね、名前書いといたから。はい。もうここにも名前が来ちゃうみたいなね。で、窓の大きさに合わせておくと。こんぐらいでいいかな。切りのいい数字にしとこう。0.2。はい。3D モデルを印刷、先に実は印刷してます。これね、実は今回作るモデル、印刷してるんですよ。見えるかな？これ後で触れますね。はい。これで、ガタガタがなくなった円柱を穴を開ける運命を与えてやると。まあ、くり抜く運命を与えてやるんですね。で、ドアを選択し、で、こことここを結合してやる。で、結合。で、OK。で、面の貼り直しを行うと、コントロールをしながらシーンをドラッグしてやると、開くということですね。で、ガタガタなってるのは、大抵の場合、クレーポリッシュ一発で綺麗に直ります。で、クレーポリッシュした後に、細かいね、マスクが残ってるんで、これは必ずマスクを解除しておきましょう。これ怖いんですよね。クレーポリッシュした後は、微妙なマスクが残ってるから解除しておくと。まあ、この辺の設定もいろいろあるんですけどね。ちょっと今回は端折りますけども。はい。穴が開きました。じゃあちょっとどんどん行きますよ。で、この穴に窓枠をつけます。窓をつけます。で、窓も、プリミティブの図形、基本図形を操作することによって、ベースが作れちゃいます。このツールからね、今選びましたシリンダー 3D を再び。これ無傷のものですね。で、すかさず、もうリネームしときましょうね。ドア窓。はい、ドア窓としておいて、で、イニシャライズで、やはり水平分割を100ぐらいにして、内部半径。これを、まあ、80ぐらいかな。80にしとくと。で、ここね、まあ、後で回転すればいいんだけども、先に、角度も調整できますんで、Z 整列で、ちょうどドアの向きと合いますね。あ、そうした瞬間、水平分割がリセットされちゃってるから、再びやり直しておきましょうね。はい。100でいいでしょう。はい。これで、元のツールに戻り、挿入から、さっき作ったドア窓っていうのがちゃんと残ってるんで、入れると。これでもうね、まあ、先に真ん中に合わせておこうかな。だいたい。
で合わせていけばいいんですよ。ちょっと凝った感じにしたいなら、これをさらに複製して、少し縮小し、こう二重にしてやるとかね。まあ、こういうのもありですね。あんまりこの辺は数字を意識してないです。はい。今、ドア窓とドアと分かれています。で、ドアの方も少しいじっときますね。多少衣装を施しておきます。ちょっと時間があれなんで、どんどん行きますね。マスクをして、で、変形から、拡張。はい。この辺はね、どんなドアにしたいのかなっていうのを自分で思い描きながら、資料とかを見ながら、作っていくといいですね。内側もね、ちゃんと作業、こう、今、同時にできてますね。はい。これで、まあ、今回これでいいとしましょうか。で、ドアとドア窓をくっつけときます。あ、その前に、せめて、十字のあれだけつけとこうかな。ささっとやっちゃおう。すごい分厚くなってるけど気にせずやります。はい。これでどんどん結合していきますね。ドアとこの十字の窓、窓の枠と、ドア、まあ窓そのものと。結合 OK。これもいちいち OK 遅い。怖いから。はい。ドア完成。で、全部表示にします。で、これでだいたい下の部分ができてきましたね。これもね、ギズムを少しずらしといて、オルトをしながらずらしといて、ちょっと開けとくみたいなこともできる。で、ちょっと開けとくとね、中をある程度破綻がないように作ったことが生きていくんですね。まあ、ちょっと閉めときましょう。次に天井の梁を作っておきますね。これはね、大した話じゃないんで、こう、どんどん作っちゃいますね。柱の下に作っちゃおう。挿入から、キューブで。あ、これね、ちゃんと柱って名前つけておきますね、さっきの。柱。これが、まあ、ちょっと名前がね、正式名称が微妙にわかんないんだけど、梁でいいや。これも時間がないので、ささっと。これもね、手抜きをするんであれば、板一枚ベタッと貼っちゃって終わりでもいいんだけれども、まあ、後でね、中を見せるみたいな用事が出た時のために、一応、作っときます。一応ね、ちゃんと、塞がないように作っときます。これもね、少しね、出しとくと、少し出しとくと、影が出た時に、影が出て、形がよく出るんですよね。あ、この辺はね、好みもあるんですけども、少し出しときますね、上を。コピーで今処理しちゃってます。
若干手抜き臭がと漂ってますけども、どんどんいきますね。少し出しとくと。こういうね、建築の構造を、まあ、少し出した方が影が出ていいとかっていう勘どころって、こう研究していくと面白いんですよね。どんな風に、出っ張らせるとどんな影ができてて、どういう印象になるかっていうのは研究していくと面白いです。さて、じゃあ今度は屋根に行きます。屋根を作ります。で、屋根を作るためにベースの、板を出しますね。おなじみのキューブで。はい。まあ、もう、一気に平べったくして、まあ、厚さは今 0.1 にしたのをさらに、0.35 ぐらいにしようかな。35にし、これはね、ちゃんとやっておきましょう。リズムの位置を正しておきましょう。オルトシフトで端に寄せておくと。1でちょうど端。で、ここで、この、針の端につけといて、ここね、後でふわっと変えちゃうんで、そんなに厳密にぴったりくっつけなくてもいいです。これが屋根の元になるんですね。これはね、必ず、キーのいい数字にしてください。これね、僕もすごいいい加減だから、ふわっとでいいじゃんみたいにやっちゃうんだけれども、さすがにここはキーのいい数字にします。ただその前に、高い天井にしたいから、多少高さを上げときますね。1.35 ぐらいにしときましょうか。1.3 がいいな。なんとなくそんな気がする。先にこう立てといて、で、20度。この時にちょうど真ん中の目安が欲しいんですよね。ただし何にもないじゃないですか、もう目安が。なんとなくこの辺が真ん中なんじゃないのみたいなことでやっちゃうとそれまずいんで、実は下にこのグリッドがあるように、こっち側にもグリッドを作れます。作れますが表示させられます。これを、このフロアのところの、これまず触っちゃう。Z、ここにね、細かく数字があるんですよ。XYZ って。Z をオンにすると、ここにもグリッドは出てくれます。なので、真ん中の線、まあ、ここなんでね。透明にするとわかりますよね。こう緑の線が、こう伸びてますよね。ここが真ん中。なので、20度にしよう。まあ、微妙にここ空いちゃうんですけども、ここはもう、なんていうか、天井の上の、なんていうかな、瓦みたいなもので埋めちゃうんで、多少空いててもいいです。はい。多少は空いててもいいと。はい。これで、長さが決まったら、ちょっと空きすぎだね、いくらなんでも。もうちょっとだけ高くしとこう。で、20度。この辺ね、試行錯誤しちゃうんですよね。まあいいや。これでいいです。で、これで長さが決まったら、一回またペタッと落としちゃいます。はい。こうやってね、起こしたり、倒したりするんで、中途半端な数字は絶対使わないでくださいってことですね。元に戻しにくくなっちゃうんで。はい。この、屋根の長さも、このぐらいって決めとこう。これが屋根の元になりますよ。さて、瓦を一枚一枚作っていきますね。で、また瓦はもうツールを分けちゃいます。一回ツールを分けてしまいますね。こっから、小さいからね、ガタガタのシリンダーでもいいんですけどね。まあ、これでいいや、せっかく作ったから。こうして、これはね、イニシャライズできるんで、イニシャライズできるってことは、ブラシ作業ができないプリミティブなものなので、ポリメッシュしときます。これはね、ちょっとブラシ作業が必要になってくるんで、瓦は。
結構ね、ブラシ作業というか、合体したりしたい用事があるんで、ポリメッシュ 3D 化をしときます。これでちゃんと名前を付けときましょう。河原。記憶力のいい人はね、多分名前付けなくてもいいんじゃないかなと思うけど。なんだっけみたいになっちゃう人は付けといた方がいいですね。これが河原のね、先端になるんですね。で、挿入から、キューブを出すと。で、元々のデフォルトの数値から大きさは変えてないから、便利なことがある。ちょうど1移動すると、真ん中に揃うんですよ。ちょうどこの、円柱の真ん中に揃う。まあ、河原だからって先に拡大縮小しちゃってると、これがうまく機能できないんだけども、大きさを変えなければ、新しく立体を追加したときに、ちょうど1で真ん中に合う。はい。これでいいですね。はい。これで、瓦と下のものを合体しちゃいますね。結合で OK と。はい。この時に、こいつの正体は、こういうことになってます。この二つのグループになってます。このグループは不要です。ちなみに言うとね。瓦っぽく潰しておきますよ。ちょっと熱いかな。2ぐらいにしとこう。はい。で、これでね、少し反り返らせておきたいんですね。で、反り返すやり方はどうやるかっていうと、まあ、ムーブツールで沿わせてもいいんだけども、ちょっと楽しますよ。変形ツールを使います。今からね、あえて失敗しますからね。こう真ん中に中心を持っていって、で、これね、ちょっと保存しとこう。重力ツールを逆にすると反るんですよ。ただし破綻が起こるんですね。エラーというか破綻が起こる。それはそうなんですね。正体が別々のオブジェクトなんで、変形させた時にズレが生じるんですよね。なので、ここで変形をする前に、ダイナメッシュしとく。ただしね、この大きさでダイナメッシュ128にしちゃうと、相当細かくなっちゃうんですよ、目が。で、ここにもある通り、瓦結構増やすんで、この細かさでやっちゃうと、重くなっちゃうかもしれないんで、知れないというかね、重くなるんですよ。なので、先に小さくしとく。0.2 ぐらいでいいかな。小さくしといて、ダイナミッシュ128。まあこれね、数値をさっき下げればいいじゃんっていうのはあるんですけども、どの数字にしたっけってわかんなくなっちゃうんで、一応、大きさの方を小さくしときました、先に。まあ、どっちみち小さくするんだよね、大きさを。で、128でダイナミッシュにしとく。はい。でね、形がね、若干いびつになるんですけども、気にならないと思います、瓦で並べた時に。これでクレポリッシュすると、少しはマシになるけど。ね、クレポリッシュ便利ですね。ピチッと、少し綺麗にしてくれますね。で、こうしといて、で、重力を改めて使うと。50、うん、そうね。50、あんまり沿わせない方がいいと思うね。50ぐらいに。マイナス50ぐらいにしときましょう。で、どうしても沿わせなきゃいけないってことでもないんだけれども、影と光の感じが、球面ができることによって綺麗に出るんですよ。単にまっすぐなよりは。少し光の当たり方が良くなるんですね。味が出るというか。はい。これで、元の作業に戻ります。では、他の目を非表示にしといて、ここに瓦を並べていきます。あ、これね、ちゃんと名前つけときましょうね。屋根。挿入から、さっき作った瓦ってものあるんで、瓦を挿入すると。
これでね、こう、つけとく。大きさってね、確実に変更することになるけども、まあ、とりあえずいいです。そうだ、まあいいや。このままいっちゃおう。これで、角度としても、これ、角度も変えちゃいますね。10度は行き過ぎかな。5度ぐらい。10度行きましょうか。10度ぐらい傾けておきましょう。で、ギズモの角度を戻しておきます。瓦は、6枚。で、コントロールしながら、シフトで、これぐらい、少し重なるぐらいがいいですね。で、マスク解除しました、今。で、2枚いっぺんに増やすと。はい。で、マスクを解除して、上からの視点にして、今度は横に増やしていきます。横は5枚ですね。5列ですね。まあ、何列でもいいんですよ。好みのもので。これでね、切りがいい数字にならないときは、もう頑張って、目分量でもいいんで、合わせていきましょう。多少隙間があってもいいんですけどね。奇数だから、一枚一枚やっていこう。はい、増やし終わったら、これね、ここをオンにしっぱなしだとたまに、これはこれで視点が合わせにくくなることもある。そういう時は元に戻して、グリグリっと視点を直す。まあ、大体こっちの方がやりやすいですけどね。で、マスクを解除して、で、四隅にこう合わせておくと。この屋根のベースに、の隅に合わせておく。で、ギズモ、オルトしながらギズモを端に寄せて、で、大きさを合わせておく。少しはみ出るぐらいがいいですけどね。やっぱこっちが、この瓦の時はこっちがいいな。はい。できました。これぐらいだったら、今みたいにね、あっという間にできちゃう。まあ、この辺の反り返りが結構効いてくるんですね。影とか光が当たった時に。で、こいつの正体を見せると今こうなってます。円柱と立方体だった時代の正体がまだ残っちゃってるんですよね。なので、ポリグループで自動グループを押すと、綺麗に直ってくれます。はい。こう。これはありがとうございますでいいんでしょうか、この答えは。ちょっと、あれですけども、後で聞こう。で、これね、全部グループで分けるってことが、後でいいことが起きます。はい、できました。屋根、できました。で、まあ、せっかく名前つけたんだけども、これとこれをもう一体化しておきます。屋根と瓦を結合しておく。はい。で、皆さん再登場ということで、再登場させる。で、ギズモの位置がね、屋根の、サブツールから一体化したんで、屋根時代に決めた位置がちゃんと残ってくれてるんですよね。で、これで、パッと一回起こして、20度傾けたと。はい。ね、家っぽくなってきましたね。はい。で、少し位置を整えておこうかな。このあたり。はい。で、これを複製し、で、まあ、どっちでもいいけど、下にしようかな。下の方を、ミラー、変形のミラーを押すと、ちゃんとポンと、対角線上、反対側に飛んでくれるんですね。これ、便利ですね。はい。もうちょっと寄せとこうかな。もうちょっと角度を、5度ぐらい。5度だとダメだな。ちょっと時間もあれだからこのまま強引に行っちゃいましょう。すいません。はい。
で、屋根と屋根は、まあ、サブツールがガンガン増えてってもあれなんで、一緒にしちゃおうかな。しちゃいましょうかね。屋根と屋根を結合しとくと。で、ここを塞ぎますよ。で、ここを塞ぐやり方なんですけども、まあ、時間があれば、また一枚一枚こう積んでいくのもいいんだけれども、今回は板一枚でやっちゃいます。で、名前を。屋根部分を壁としておきます。これでね、また、オルトシフトで下にギズをピタッと合わせとくと。まあ、こっちもね、オルトシフト、まあ、ちゃんと透明にしよう。オルトシフトでピタッと合わせておくと。これで、サイズを調整する。これ、ギズモの位置の調整はもう肝ですね。まあ、これでね、1枚でいいやってこともできるんだけども、やっぱり将来を気にして、ちゃんと壁の厚さにしとこう。はい。では、ここを削りますね。この両サイドを削ります。もうちょっと幅が広いね。こんぐらいだね。はい。これはもう力技ですね。先に、この、屋根部分、壁をダイナミッシュ化しておきます。ポイッ、ダイナミッシュになりました。で、削るための立体を挿入しておきます。まあ、削るやり方はね、いろいろあるんですけどね、もう誰も見てなかったら、ちょっと待ってよ。誰も見てなかったら、こうやって削ったりもしちゃうんですけどね、これ。左右対称にすると、こうやってね、ちゃんと角度をうまく90度平行に揃えれば、こううまくね、切れる時もあるんですけども、まあ、今回は真面目に。今のはね、ギズモを切るとトランスポーズってツールになって、ここで移動ツールの時に、削るみたいなことができるんですよ。はい。これ前回チラッとやりましたね。じゃあそれはともかく真面目に削ります。で、キューブを差し込み、で、削り取る運命をここで与えますよ。こうオンにするとこいつが削る、取るための立体として生まれてきましたと。で、ちゃんと20度に合わせて、まあ、この辺の屋根とかの作業は、まあ、このようにね、合わせるって作業が結構出てくるんで、だからちゃんとね、切りのいい数字で押さえておくってことが大事ですね。はい。あ、これ今押すことはなかったな。後でもよかったな。っていうのはね、これ反対側も作りたいんで、反対側正確にやるために、複製のミラー。で、結合と。まあこれ残ってたからいいとしましょう。で、ちゃんとね、削り取るための位置にあるかどうかを確認して、で、壁と、今、こうですよね。まあまだありますよね、ここに。壁と、この下、削り取る運命を与えたものと、合体する。おっと危ない。おっと危ない。ダイナミッシュがオフになってた。オンにして、で、下と結合。で、面の貼り直しをすると、削れますよということですね。これで、今度は、コントロールをしながらの複製をすると。で、さらにね、ここで、窓作ってもいいんですけど、まあ、今回はやんないです。じゃあ、ここ塞ぎますよ。こう出てますかね、画像。屋根の上の。なんていうかわかんないけど、部分を作ります。挿入からガタガタがなくなった円柱を出し、ね、これ。これで、透明にして、
乗っけておくと。ここもね、もうちょっと凝ってもいいんですけどね、本来は。鬼瓦みたいなのつけたりみたいなこともできるんですけどね。ただ今回は、サクッとやっちゃいますね。ソロモードにして、ダイナメッシュをオン。で、これで、こっち側を選択する。で、そうすると、こっち側を選択されてほしいんだけども、左右対称モードだと、こっちに向かって対称になっちゃうから、この場合は、こことここを対称に作業したい場合は、トランスフォームからシンメトリシーを、X でなく Z 軸にすると、この奥行きに対して対称に作業ができます。はい。こうやって、まあ、こんな感じで。こんなかっこいいもんじゃないけど、まあ、とりあえず今回はね、参考までにということで。はい、どんどんできていきますね。ふさぎが足んなかったために、妙に重い上になっちゃったけど、気にせず進めます。さて、ドア部分ですね。ドア部分を作っていきますよ。ドア部分の前に、先にこの下を作ります。この床よりさらに下を作りますね。床を選択。オルトを押しながらクリックで、下を選択して、さっきね、柱をね、せり出したために、少しちっちゃくなってしまってるんで、これを大きくしときましょう。はい。で、これはね、もう床として使うだけなので、床を複製して、まあ、これ分かりやすいから下にしよう。複製した先を、こっちが元なんだけどね、本当は。で、これをね、ちゃんとずらした後、名前を、まあ、土台とでもしとこうかな。土台にして、で、伸ばしておくと。こんな土台、まあ、こういう絵を作りたいんで、伸ばしておくと。で、これを、ダイナメッシュオンにしときます。はい、オンにしましたね。で、ここっていうか、左上に画像出てますよね。出てなかったら言ってくださいね。で、下の部分を見ると、実はレンガ作りになってて、レンガって一個一個積んだりもするんです。僕なんかやるときはレンガをね、もう全部作っちゃうんだけども、今回は楽な方法でやります。ライトボックスから、ノイズを出して、これがね、レンガになりますんで、まあ、若干ね、そんなに思い通りってわけでもないんだけども、ちょっと楽しちゃいましょうね、今回。楽するやり方で。ダブルクリックで、レンガが適用されます。で、色を戻しますよ、今、レンガ色になっちゃってるから。で、これは実はね、なんちゃってレンガというか、テクスチャーが貼られてるだけなんですよね。まあ、要はそういう形に実はなってない。メッシュに適用されてないってちょっと小難しい言い方するとそうなんですよ。なので、これを完全にメッシュに適用させます。で、あと、細かさも変えることができます。サーフェスっていうメニューから、編集ボタンを押す。で、そうすると、プレビューが出ます。で、ここで、プラグインスケールの方で、まず、レンガの大きさが変更できるんですね、ここで。で、なおかつ、オフセットで位置の調整もできます。この辺いじって、どんな風になるんだろうって確かめてください。ノイズスケールいじると、なんとかな、こう接合部分の内側のノイズが変わったりみたいな。これ試しながらやってみてくださいね。で、出っ張り具合は強度です。強度を少し強めにしときましょうね。あんまり強くすると良くないんだけども。まあ、ここでいろいろ設定ができますよっていうことです。で、OK を押し、で、メッシュに適用ボタンを押すと、実際にその形になってくれる。だから、なんちゃってから、メッシュに適用されたっていう状態が、まあ、こう比べてみていただくと、わかりますよね。
はい。こうやって手軽にレンガが作れるっていうことです。今回はこの手軽な方でいきました。さて、じゃあ、階段を作っていきますね。階段を作っていきます。土台の次に作ろう。で、挿入からキューブをまた出し、これはね、階段というか踊り場なんだよな。これ玄関としておこうかな。玄関の土台。玄関床になる。ちょっとソロモードにして、ギズモの位置を正しておきます。あ、今回はドアの位置に合わせたいから、逆だな。こっちに合わせます。こっちに合わせて、こんな風にね、起点にして合わせることができる。ギズモの位置は重要ですね。ギズモの位置をこう自由に変更できるって機能をつけてくれてよかったですよ、本当に。これ非常に助かる。これぐらいにしとこうかな。で、これで、玄関部分の床ができたと。で、次に階段を作ります。これを複製して、どっちかを階段としておくと。少し広めがいいかな。まあ少しね、階段もそれっぽく作っておきますね。コントロールをして増やしておき、少しね、こう、毛上げの部分をせり出させておく感じにしておくと。まあ、こんな感じですかね。離れちゃってるよりは多少めり込んでるのがマシ。まあ若干ね。はい。で、この時点でグループの状態を見てみると、グループが同じグループになってるんですね。これは後でね、この色とこの色を変えたくなることがあるんで、グループで、自動グループでグループを分けておきます。はい、さて。ちょっとね、サイズが微妙に変だったらごめんなさいね。これで階段少しね、こう、螺旋っぽくしていきますね。まず、下にコピーする。これはサブツールで複製しません。で、30度。これで4つでちょうど90度になるんで、あ、合計4つで、ね。で、ちゃんと切りのいい位置に合わせておくと。ここでちょうどぴったり合わせようかなという、企み。はい。で、コントロールしながら、また増やして、で、ちゃんと30度。シフトをしながら回転軸を動かすと。まあ、徹底的に計算すれば、いくつを下ろしていくつを動かすみたいなのが成り立つんでしょうけども、まあ、もうイラスト作品とかね、そういうものであればそこまで、こう、目分量でいいなと思ってます。これでまた30度。マイナス30度。で、合計90度になるんで、ぴったりいかないじゃん、みたいな。まあ、どっかで間違えたんですよね。気持ち悪いからやり直す。これソロにして、ソロがいいな。時間。があるんで急ぎます。
たまに手を離すタイミングを間違えると動いちゃうってことなんですよね。うまくさっきいかなかったのは。はい。これで完成ということにしましょう。これでね、グループを分けた効能があるんですよ。選択が天板っていうか天板と、この本体部分と選択が分けられるんで、色付きの時に便利なんですよ。これで分けられるんで。で、グループを分けました。そういう理由で。で、高さをここに合わせますね。この辺はちょっと大体。必要があれば後で直すと。あと30分ですね。はい。まあ家本体はほぼできましたね、これで。あと玄関のここを作りますね。この、ひさしみたいなところ。これもね、イニシャライズの機能が結構面白いから、説明しちゃいます。ツールから、このシリンダーじゃなくて、これ使います。これ。これをポンと選択して、少しね、膨らんでるやつがもともと用意されてるんですよ。これがね、ちょっと面白いんですよね。この立体のイニシャライズの変更具合が結構面白い。Z 配列にして、正面、こっちが正面になるようにして、カバー範囲。まあ、後で回転するから言っちゃいいんだけど、カバー範囲を180度にしとく。で、これ面白いことに、この辺のね、丸みも変えられるんですよ。これもね、面白い。いろいろ用途がありますね。水平分割はこれでいいとしましょう。で、これで名称変更で、ひさしとでもしときましょうか。で、元に戻り、で、いろいろね、この辺がぐちゃぐちゃなってきたけども、ちょっと気にせずいっちゃおう。で、ひさしを選択して、これもね、横着せずにちゃんとやっとこうかな。あ、でもここはここでいい。いいや、これね、なんか部屋の中から見えちゃうから、やっぱこの辺削っときましょうね。これは簡単なやり方でやっちゃいます。これをギズモを外して、トランスポーズにして、でこう削るみたいな。でもできちゃう。で、ギズモに戻し、で、合わせると。下に合わせとこう。少し潰しときますよ。はい。こんな感じで。いいかな。ギリギリ間に合うかな。じゃあ、ちゃんと柱も作ろう。あるものは作っちゃおう。で、挿入からガタガタがなくなった円柱を出し、これも横着しないでちゃんと合わせとこう。もう透明モードもよくぞつけてくれたって感じですね。で、伸ばしておくと。ギズモを整えたことによって伸ばすのも楽なんですよね。はい。で、これをちょっとソロにして、ソロ便利ですね、これも。ダイナミッシュ256と。あ、ちゃんと半角にして、256にして、ダイナミッシュと。で、おなじみの
こうね、もう適当ですよ。このババッと適当にやっちゃって、このマスクして、で、マスクの反転。で、変形の膨張。で、解除して、で、また、選択を適当にして、それっぽくなるんですよ。適当でも。適当って言うとあんま良くないけども、反転して、今度はね、風船型の膨張を使うと、こう丸みを帯びた感じになって、あっという間にそれっぽくなる。はい。25度だったかな。まあいいや。はい、なんかね、数字で間違ったらごめんなさい。はい。で、こんな感じで、ちょっと太すぎたから、一回やって、そっとね、伸ばしとく。これはね、もう、複製、サブツールの複製じゃなくて、この場で増やしちゃう。はい。できました。こんな感じですね。さて、いよいよ土台に移っていきますね。自然のものを作っていきます。ちょっと一呼吸置かないと、だんだん、ちょっと落ち着こう一回。はい、家ができましたと。この辺もね、時間があればね、整理したいとこなんですけども、こんだけ増えちゃったんでね。まあ、ここ、まあ、このままいっちゃいますね。サブツールの整理は。まあ、整理整頓はね、多分皆さんの方ができるんじゃないかなと思います。僕は結構ガサツだからね、強引にやっちゃったりするんです、このまま。では、挿入から、キューブで。これが、まあ、後で名前は付けよう。とりあえず一気に、2.5 ほどでかくしときます。数値にして 2.5。で、まあちょっと細く、ペタンとしときましょうね。これぐらいがいいかな。庭としてこれぐらいにしましょうね。作例がこれぐらいなんですよ。で、こんな感じにしとくと。で、こっから、アンジュレーション、起伏を作るために、ダイナミッシュをオンにします。ただし、結構ね、これでかいんですよ。オブジェクトとして。このまま128のダイナミッシュを押すと、かなり細かくなるんですよ。もう見えない、もう粒が見えないぐらい細かくなっちゃうから、64ぐらいでいいですよ、とりあえずは。まあ、すごい細かく作りたい人は別ですけどね。で、ダイナミッシュをオン。はい。さて、これで起伏を作っていきます。で、起伏を作るのはもう、これこそ、Z ブラシの真骨頂であるブラシ作業ですね。で、今回は、クレイビルドアップを使います。それなりに大きくして、で、必ずね、ブラシオートマスキングを背面マスクオンにしてください。これしないとね、後ろ側もめくれてきちゃうことがあるんで、これはオンにしときましょう。これ、すいません。少し時間はみ出てもいいんでしたっけ？とりあえず急ぎます。これでね、この辺をぐちゃぐちゃになるのを恐れて、避けるのがね、良くないんですよ。こう、と思ってね。この四角から避けて作業するのは良くない。もう、はみ出てもいいんで、大胆に。ありがとうございます。もう、ね、ほんと良くないのは、まあ、二次元の絵でもそうなんだけれども、二次元の絵で言うと、四角い紙があるってことを意識して、絵をドローイングすると、ちょっと中に狭まった表現になっちゃうこともあるんで、常にそうだとは言わないですけども、あんまりこう遠慮しないで、やるってね。まあ、あくまでもこれ、世界を一部も切り取ったってことなんで、四角を避けて、作ったりはしない方がいいですね。で、こうたまにこうスムーズで滑らかにしながら起伏を作っていく。起伏の作り方もいろいろ大地を観察するといいかもしれないですね。
を結構ね、ランダムにガビガビやっていいと思います。で、ね、ちょっとしたコツで言うと、のり面だけは少しこのビルドアップのこのギザギザ感を残しておいてもそれっぽくなります。で少しこうふわーっと膨らみを作った後に、のり面、もうこれ斜面のとこですね。のり面を少しギザギザ残しておく。まあ後でこれまたやりますけどね。まあちょっとね、作例よりいびつなんですけども、まあ、気にしないでいきます。結構ね、職業柄、時間恐怖症なんでね。もう、時間超えたら腹を切らなきゃいけないみたいな日々を過ごしてるから。でも、ちゃんと急ぎますね。はい。こんな感じで作っていくと。まあ、今回はこれでいいとしましょう。で、さすがに、この辺嫌なので、大胆にやれって言ったけど嫌なので、ここをちょっと強引なやり方で切り取っちゃいますね。ちょっとさ、全部、非表示にしておいて、で、挿入から、キューブ。これでね、切り取っていくんですよ。切り取りたいところで、塞いどくと。もう結構乱暴ですけどね。まあ、結果が同じであれば。で、ちゃんと切り取れる位置に持っていき、で、お前は切り取る運命だよってことを指示しておくと、ここでね。で、こいつとこいつを結合させておくと。面の貼り直しで、はい、こんな感じ。できました。で、これで、今この絵で出てるかな？わかる通り、芝風面、まあ、草面と土面を分けたいんで、複製しときます。複製。で、上を、わかりやすいように上を草。で、下を土。で、作業しやすいように、これだけは色つけときます。下にはこう土色をつけておく。フィルオブジェクト。で、上には草色をつけとく。はい。こんな状態にしておくと。で、このままではダメなので、土の方を若干下げときます。土の方を少し下げときます。これ、ね、ここ、隙間がね、わかるんですよ。透明モードで。よーく。動画だと分かりにくいかもしれないけども、少し下げとく。はい。もう、お察しの通り何が行われるかというと、上の草を削っていくんですね。まずはクレイビルドアップで、まあ、オルトをしながら、あるいはここをこっちにすると逆の効果になるんで、ここをね、切り替えると。まあ、今回は通常モードでオルトをしながらこう削っていく。で、こう道を作ってやりましょうね。はい。さささーっと。やりすぎちゃったとこはまたもう盛り上げ直すみたいなね、ことでいいと思います。で、糊面のところも少し削っておきましょう。糊面というかね、崖の部分を少しこう出しておくと。ここに出てるはずの画像っぽくなってきましたかね。で、たまにこうオルトを離して少し戻してやるとかね。戻してやる。少しこの草の生え際が盛り上がってた方がそれっぽいから、時間がある人は、ブラシを細くしたりして、やってやればいいかなと。で、クレイビルドアップだけではなくて、
このファイルを保存中っていう、こう、出る頻度で、福井のこのいかに Mac が止まることを恐れてるかがわかるんですね。さっきから頻繁に押して、まあ、Mac ね、ちょっと事務所 Mac が、非力な部分があるんでね。で、ダムスタンダードとかで、少しこう削りも入れてやると、それっぽく、だから どうすればそれっぽくなるっていうのはもう研究のしどころですね。で、今度は逆に土の方を選択して、崖っぽく、なんていうかな、こう、岩、土肌っぽくする作業をすると。ちょっと濃すぎてよく見えない。少し薄くしよう。ちょっとね、あんまり丁寧にできませんけども、今回は。はい。で、まあ、大体こう、土肌を作った後に、クレーポリッシュをすると、またさらにそれっぽくなることもある。で、クレーポリッシュするときに、いつものようにクレーポリッシュしちゃうと、滑らかになりすぎちゃうから、クレーポリッシュのこのシャープの数値を、全開100にして、クレーポリッシュすると、あえてこう、ガタガタっていう感じが出るんですよ。これも結構面白いと思います。はい。で、草に移り、まあ、さらにね、作業していってもいいですよ。少しこう、草の感じを出すような作業をしていっても OK です。で、あるいはですね、このライトボックスのノイズというタブから、この辺、適用してやり、まあ、いろいろあるんでね、試し、やるといいですよ。で、このままメッシュに適用すると、まあ、それっぽいボコボコができたり、これはもうお好みでやってみてください。はい。さて42分か。で、石畳。石畳ってかこの石を置くんですけど、これもね、サクッと作っちゃいます。どうやるかっていうと、結構簡単に作っちゃいますよ。抜き出しを使うんですね。で、石を置きたい、石の形を書いていくんですよ。コントロール、こう、サブツールは土、コントロールしながらこう書いていく。ただこの時に、メッシュが粗いので、一時的にデバイドで細かくしておきます。一時的に。で、石を書いていく。結構ね、隙間離した方がいいです。くっついちゃうんで、結構離さないと。こんな風に、石畳というか、こう石を描いていくんですね。こう土のレイヤーというか、サブツールに。本当はもうちょっと真剣にやりたいんだけど、こんな感じで。で、これで、抜き出し。まあ、このまま抜き出しボタンを押してみましょう。うん。高さはこれでいいですね。まあ、こうやってくっついちゃうんですよ。結構離さないと。まあ、これでいいとしちゃいます。で、確定ボタンを押すと、石が抜き出されます。で、名前を付けときましょうね。石。直球。で、抜き出したものは、中央がマスクされてるって特性があるんで、これを利用して、変形のポリッシュを適用させると、エッジが柔らかくなります。はい。これでいいですね。で、さらに、ノイズから、このあたり、こう石っぽいあたりのノイズを適用させてやるといいですよね。で、編集からお好みのノイズ感を作ってやると。OK で、メッシュに適用と。で、これもね、グループが一緒なので、ポリグループで、自動グループで分けておきます。で、そうする理由はちゃんとあるんです。もう一応にね、フラットに置かれてるよりは、まあ、自然のものなんでね、いくら人為的に置いたものとはいえ、まあ、自然物と言えなくもないので、ある程度ね、変わってた方がいいんですよね。なんとかこう、出っ張り方が。なので、
ちょっと沈めたり、出すぎたりっていう部分、ことをしてやると、なんかそれっぽい、あの自然っぽい感じになる。これはまあ人為的に置かれたものだけど、あの自然物においてはさらにこういうグループ化、グループを分けることによる一個一個の変更っていうのは効いてきますね。はい、まあ色も分けやすいし。はい、さて、次に木の幹を作りますね。木の幹を作ります。でそれは挿入から、Z スフィアを使います。Z スフィアを選び、で、あの、どこでやっても、作業はどこでやってもいいんだけど、とりあえずね、置きたい予定の場所に置いといて、まあ、気持ちを高めていくと。まあ、というかね、大きさを決めるのに必要なことなんで。で、スケールで、幹の太さを作ってやる。決めてやる。まあ、後で大きさはね、ある程度変更できるんで、そんなにシビアにやんなくていいですけどね。で、ソロモードにして、一気にね、あ、スフィア使うときはブラスサイズ0、1がいいですね。0ってないから、1がいいですね。で、これで一回ソロ解除で、どんぐらいの高さがいいかなって決めつつ、少し細くしておこう。はい。これで、球というかね、あの、ドローにして、ポンポンポンと、間を作り、樹形を作っていきましょうね。樹形を作っていくと。移動ツールで。まあ、こういうことやるとね、日頃、木を見るようになるんですよね。なんかね、あの、ちょっとした、アドバイス的なことを言うと、なんかこう、3D やるにあたって、ものを観察してからやった方がいいとかね。観察力高めてから作るものを作った方がいいというよりは、逆でね、いや、それはそれでいいんだけども、実は 3D をやることによって、観察欲が湧くんですよね。だからまあ、そんなのをね、おこごと言わない、お説教しなくても、あの、ほっとけばね、ものを作り出すと、観察欲が湧くから、自然にものを観察するようになるんですよね。だから、なんかね、先生らしくね、ものを観察しろよなんて言うのはね、先生らしい言葉でいいんだけども、まあ、あの、3D 始めたりすると、まあ、絵描いたりね、3D なんか始めたりすると、観察力とか観察欲っていうのはね、勝手についてくるんですよね。だから、あの、じゃあ、せっかく福井がこういうの放送してたから、樹木作ってみようかなと思って作ってみると、街で自然にこう、樹木に目が行くようになるんですよね。まあ、もともとの絵描く人は、そういうの見てる人だと思うけども、まあ、ZBrush Core でね、最近、ちょっと作品作りみたいなの始めた人にとっては、そういうことが起こるんじゃないかなと思うんですよね。うちのスタッフなんかもね、あの 3D とか全然やんないんだけども、あの、仕事上ね、やってみてもらうと、別に言わなくてもね、僕が言わなくても物を見るようになったっていうんでね、やっぱりついてくるんですね、そういうものって。上の人がギャーギャー言わなくても。ちょっとね、ここで時間かけてもしょうがないんで、まあ、できたとしましょうね。本当はね、こう、まあいいや、もうちょっとだけ。ちゃんとこう、周囲に向かって伸びるように作った方がいいから、どの角度でも樹木に見えるように気をつけた方がいいですね。で、本当はね、こう、幹、まあいいや、ちょっと頑張って作ろう。本当はやりたいけどやんないとかって言ってても、あれなんで、まあいいや、この辺にしましょう。はい。これでプレビューを押すと、まあこんな感じになりますよね。で、ポリメッシュしなくていいです。あの、今回において、このやり方においては。このまま作っていきましょう。このまま、あの、スクラフト作業に移ります。クレイビルドアップで樹木っぽい表面を作っていく。こういうのもね、あの、樹木の肌がどうなってるのかなっていうのをこう見るようになるんですよ。面白いことに。別に先輩が見るようにしろよって言わなくても、
結構黙ってても生徒さんっていうのはこう見るようになるんですよね。欲求が出るんですよね、こうちゃんと作りたいっていう。でたまに、ダムスタンダードでこうゴリッとこう削ってやるとぽいかなと。で樹木はこうねじりながらね、こう火を、あの火に向かってこうねじりながら伸びるってこともあるんで、こうねじりを加えてやるとそれっぽいかな。今ちょっとね、うまいことできないのが悔しいんですけども、はい、まあいいです、こんな感じでいいでしょう。でさらにシャープを振り切ったクレイポリッシュにすると、まあ、樹木の肌っぽくなるかなみたいなね。はい、で次に葉っぱを作ります。葉っぱは、スフィア 3D 球体を使います。球体のプリミティブを開いて、これ正体を見せておきましょうね。これでイニシャライズで、分割数を粗くしておくんです。8、水平分割8で、垂直分割はいくつか、10ぐらい、いや8にしようかな。8はなかったっけ。8で8にします。これでポリメッシュ 3D 化を押す。で、名称変更。は。はい。で、これで作っていきますね。葉っぱだから、まあこれもね、イニシャライズの時にできたことなんだけど、今やってます。倒すのはね。平べったくして、で、あとは、ムーブとかで、葉っぽくしとく。これ、あ、いけね。この面の数をね、イニシャライズで少なくしたことによって、作りやすくなってるんですよね。造形しやすくなるんですよ、こういうシンプルなものが。葉っぽくしていく。で、ブラシ作業だけではなく、一回左右対称オフにして、この辺を選択し、こう角度をつけてやる。でもムーブを併用しながら葉を作っていくんですね。少しスムースで柔らかくしつつみたいなね。そんなにここは厳重に葉を作んなくていいですよ。結構ちっちゃくなっちゃうもんだから。ただね、真ん中はね、しっかりこうくぼませといた方が、遠くから見たときに、この陰影として葉に見え、こう葉っぱにね、見えやすいんで、これは気をつけましょう。はい。これで、じゃあゴスゴス作っていきますね。もう先に思いっきり、ぐっと 0.1 ちっちゃくしておき、で、ギズモの位置を、端に合わせておきます。で、これで何をやるかというと、そんなに難しいことはしない。コントロールで、こう少しずらしながら増やしていく。で、ちょっと大きさも変えながら。こういうね、言ってみればアナログ作業をね、していくんです。ただね、めんどくさそうに見えて、やってみるとあっという間です。そんなに大変じゃないです。少しずらしながら。上下も少しずらしながら。で、3枚ぐらい増えた時点で、また解除して、マスク解除して、これを、また増やす。あんまり増やしてから複製すると、なんかいかにもコヒペに見えちゃうから、その辺は気をつけましょうね。まあ、いかにもコヒペに見えないようにすると。実際はね、作例作った時はもうちょっとだけ時間かけました、ここ。まあ、葉があくまでも上に向くようにってことは重要ですね。ちょっとここで一回、
ポリグループで自動グループして、少し、一枚、バランスを取っていくと。結構ね、経験値でね、あ、こうするとうまくいくなっていうのは分かってきたりするんですよね。で、ここまで増えたら、さらに増やしていくと。まあ結構ね、バイバイゲーム以上に増えていくんで、そんなに辛い作業じゃないです。思うほど。あの、葉っぱ、木を作るって。少しね、空間作った方がいいんですよ。少し空間作ってあげた方が、それっぽくなる。ちょっと増やしすぎた感もあるけども。で、ハト派が埋め込んじゃうのはしょうがないんだけども、まあ、なるべく埋め込まれないように意識して、まあ、多少はいいんですよ、別に。あんまり神経質になる必要はないです。はい、できました。で、これがまず準備。で、これを、もうちょっとなんかした方がいいな。もうちょっと埋めとこう。で、ここまで持ってったら、あとは、植えていくと。はい。ちょっとね、幹以外、これを、こうしといて、で、挿入で、ああ、木によって左の、うん。今、公式からいい話が出ましたね。そう、いろんなね、木を研究すると、造園の本とか買うといいですよ。これで、植えていくんですよね、こうやって。あとはこう増やしながら。今ね、もうほんの10分ぐらいでも、ここまでできちゃうんで、もうちょっと気を使って、時間かけて、ればもっと良くなることはもう明らかですよね。でもほんの10分20分の作業でこれぐらいの木はできちゃう。実際自分の作品の時はね、もうちょっと気使いましたけどね。こう回転させながらね、なるべくコピペに見えないように、あ、そうです。実は本も出しています。いつもね、こう、見た目よりも奥ゆかしいんで、あんまり自分の本の宣伝とかするの忘れちゃうんですけどね。実は、著作があるので、ぜひ、お願いします。お願いしますっていうか、お手に取っていただければ嬉しいです。多少ちょっと時間こぼれます。すいません。はい。これでね、例えば、色なんかつけると、ほんとそれっぽくなるんですよ。ちょっと上が見えちゃってるのあれですけどね、まあ。まあいいや。で、これね、一枚一枚グループ違うんで、さらにこう、調整してやることも可能です。もうちょっとそれらしく見せるために、一枚一枚移動したり、葉っぱの大きさ変えたりして、こう、気を使ってやることも可能です。まあ、でもそれっぽくなりましたね、としてください。それっぽくなったと。で、これを、あ、これね、実は結合メニューが出ないんですよ。さっき Z スフィアで、幹作ったじゃないですか。で、Z スフィアで作って今プレビュー状態なものって、結合メニューが出ない。でも、大丈夫。これを下にして、幹を下にしてやればいい。要は、強引にこれでくっつけることができる。Z スフェアで作られたものを下にさえしちゃえば、上のこれはね、Z スフェアじゃ当然ないんで、結合メニューがちゃんと出る。で、結合しちゃう。で、これで、さすがに複製にしよう。複製にして、
増やしてやればいいと。ちょっと回転してね、わざわざ作った感を出す、みたいなね。おー、23時ぴったりじゃないですか。一応任務的には2時間でできましたね。思わず笑顔になりますね。で、これで、できましたね。で、グループ、さっきね、前半というか、最初の方で屋根を作ったときに、わざわざグループをばらしましたよね。自動グループ化で。で、これもね、やっぱりね、より形を面白くするためにやったんですよ。これね、ただこう、ずらーっと正確に並んでるっていうのも、まあ、いいっちゃいいんだけども、多少ね、一個一個形をね、角度とか大きさを少しずつね、わざと変えるんですよ。少し厚みを出しちゃったり、あんまりやるとおかしくなっちゃうから、まあ、この辺もね、勘どころが必要なんだけども、少しずつ変えてやる。まあ、これはね、グループが違うためにできることなんですよ。全部正確に並んだものって、形としてね、面白みが出ない時がある。常にそうだとは言えないですけどね。まあ、場所によっては、多少この年月による経年劣化みたいなことを表現できると、面白いんですよね。ちょっとね、横方向にも角度が違うとかね。なんかこう、自然なものっていう感じが出ると、表現として面白い。あとね、光の当たり方も変わるんで、立体感が出るんですよ。ちょっとわかりにくいですけどね。まあ、それはいいや。なので、まあ、今回特にね、この自動グループっていうのを重要だったかなと思います。さて、今家ができましたよね。で、家ができて、あとはね、もうコツコツ、物を増やしていったり、細かく作り込んでいくと、もっともっとそれなりの家になると思います。これさっき用意したんですけど、この URL を今貼りますね、コメント欄に。作例を今貼りました。これを細かく作っていくとこうなるよみたいなものを並べて貼りました。これ、僕が運営しているサイトなんですけども、そこにね、まあ、結局どんどん作り込んでいくとこういうものが作れるよっていうのを今、参考としてお見せしました、URL で。よかったら、見てください。はい。23時3分。さっきこう、広告を促してくれたんですけども、今というかね、4月に僕の本が発売しました。大小合わせて9個の作例で、本当に初心者、もう本当に 3D 初めての人にも、もうなるべくわかりやすく書きました。まあ、ぜひ手に取ってください。実はですね、秋から冬に向けて、第2弾も作り始めています。第2弾はですね、結構ね、こういうものばっかにしようかなって企んでいます。もしもご希望があれば、こんなの作ってほしい。Z ブラシコアで、こんなのチャレンジしてほしいみたいなものがあれば、ツイッターとかで、投げてくれれば、検討しようかなと思います。いやー、長丁場、お付き合いありがとうございました。何か質問とかありますかね？今だーっと2時間走り抜けたんで、ここ分かりにくかったんだけど、みたいなのがあれば、まあ今でも、後からツイッターとかでもいいんで、聞いていただければ、と思います。皆さんお疲れ様でした。まあ、今回の肝は、繰り返しになりますけども、まあサブツールの位置ですよね。サブツールの位置を、移動の予定をちゃんと考えて、整えておく。これが重要ですね。サブツールの位置。オルトをしながら、その予定の、起点にずらしておく。で、あとは、グループ、自動グループを、やることによって、作業が効率化できるよっていうことと、あとはこのプリミティブ、最初にある図形をイニシャライズで変化させるっていうことですね。第2弾。ありがとうございました。で、今回は以上です。大丈夫かな？いや、お疲れ様でした。配信を終わります。ありがとうございました。